3戦連続35号弾&猛打賞。エ軍は劇的サヨナラ勝利。獅子奮陣の活躍に米大喝采。エンゼルス大谷翔平選手が17日日本時間18日本拠地でのヤンキース戦に2番 DH で先発出場。7回に3試合連続となる35号同点ツーランを放ちました。サイクル安打に迫る4打数3安打2打点をマークする大車輪の活躍もあってか、チームは延長10回にステファニクがサヨナラだ。4対3でヤンキースを下しています。7回2アウト1塁からの第4打席、2番手ウアンキングとの対戦で追い込まれながら真ん中寄りの直球をフルスイングし、3戦連発となる35号同点ツーラン。大谷は打った瞬間にアーチを確信し、バットを放り投げて雄たけびを上げながらダイヤモンドを回りました。両リーグ通じ2位に5本差をつけるトップ独走の35号。シーズン59発ペースに乗り、60発がかなり現実味を帯びてきています。サイクル安打に今季7度目となる王手をかけたものの、9回先頭で迎えた第5打席は空振り三振でした。サヨナラ打を放ったステファニックは勝利後のインタビューで大谷に対する畏敬の念を語っています。米ロサンゼルス放送局バリースポーツウェストのヒーローインタビューには、延長10回に代打でサヨナラ打を放ったステファニックが登場。大谷の同点弾について聞かれ、ネビン監督と話していたんだ、彼がどうやってあれをやっているかわからないってと驚きを口にしました。前日は7対3とリードした状態からアストロズにまさかの逆転負け。ステファニックは、毎日接戦でストレスがたまる試合だった、勝利することができて本当に素晴らしい気持ちだよと喜びました。さらにヤンキースのアーロン・ブーン監督も、最大限の警戒をしていたし素晴らしい投手を送り出した、彼に打たれてしまっては仕方がない、彼は地球上で最も素晴らしい選手なんだからねと大谷選手へ降参ムード。ニューヨークメディアも、大谷と勝負することは負けに行くようなものだ、残り2戦は全力で避けなければいけないと大谷選手に恐怖を感じているようです。そんなヤンキースの監督や選手が大谷選手をどう見ているのか、さらに詳しくご紹介していきます。彼がすごいのはパワーでもピッチングでもない。 MVP 級の活躍を見せている大谷選手が今シーズン最も不得意としているチームをご存知でしょうか。それは何を隠そう、ニューヨークヤンキース。前半戦終了時点で投手としての対戦はないものの、打者大谷は10打数1安打と徹底して抑え込まれています。まさに大谷対策に万全を期しているヤンキースのアーロン・ブーン監督、うちは大谷なんて怖くないよと自信満々の言葉を残すかと思いきや、出てきたのは称賛コメントばかりでした。なんとブーン監督は二刀流覚醒前から大谷選手に続婚だったんです。以前の試合で大谷選手が2打席連続本塁打を放つと、とても印象的だった、数年前から印象深かったが、もう一つ上のレベルになった感じがする、打席では恐ろしさを感じるよと話しました。早くから大谷選手の才能を見抜いていたのはさすが名将といったところ。それ以降ブーン監督は、ユニコーンは活躍して当たり前とばかりに多く語ってきませんでしたが、2023年開幕直後に名将ならではの視線で大絶賛しました。4月18日の試合では大谷選手が初回に4号ツーラン、その後も効果的に追加点を奪うと、エンゼルスがヤンキース3連戦の初戦を白星で飾りました。試合後、記者からブーン監督に、大谷のどこが一番印象に残っていますかと質問が飛ぶと、その回答に一同驚愕。なんと絶賛したのはパワーではなくスピードでした。ブーン監督は、あまり話題にならないが彼は最も速い選手だと思っている、一塁へ走る姿を見てマジかよ、そんなに速いのかと感じたよ、打つ投げるだけじゃないんだよ彼はとコメント。実はこの試合の大谷選手はパワーだけでなくスピードでもヤンキースを翻弄していました。5回表の打席で打撃妨害で出塁すると、鮮やかに盗塁を決めて、冒頭の間に3塁まで進塁、犠牲フライでホームを踏み、スピードを生かして追加点をもぎ取りました。早くから大谷選手の素質を認めていたブーン監督でさえ、あまりのスピードに驚きが隠せなかったようです。さらにブーン監督は、彼がやっていることはアメージング、今までに見たことがないし、これからも見られないかもしれない
と最大級の賛辞を送りました。それでもやられたらやり返すのがヤンキース。大谷選手を徹底的に研究すると、以降はヒットすら許すことなく完膚なきまでに抑え込んでいます。それでもア・リーグ東地区は熾烈を極め、勝率5割を超えていても下位に低迷しているヤンキース。上昇気流に乗るためにもブーン監督はさらなる大谷選手対策を講じてきそうですね。このようにブーン監督は大谷選手を称賛しましたが、ヤンキースの選手たちは大谷選手についてどのように思っているのでしょうか。早く彼と一緒にプレーがしたい。俺たちは大谷の大ファンなんだ。なんとブーン監督だけでなく、ヤンキースの中心選手からもこのようなコメントが寄せられています。彼らが大谷選手のことを大ファンと呼ぶのには、どのような理由があるのでしょうか。まずご紹介するのは、2020年から4年連続で開幕投手を務めているゲリット・コール選手のコメント。コール選手もブーン監督と同じく、早くから大谷選手の才能に酔いしれていました。2021年4月4日の試合で、MLB 移籍後初の2番、投手として出場した大谷選手。2018年の右肘の故障をはじめ、毎年故障に苦しめられていたため、大谷は二刀流をしているから故障するんだ、早く二刀流をやめろ、という声が相次いでいる頃でした。しかし、この試合で大谷選手は衝撃の二刀流を披露。打っては本塁打、投げては最速101マイルと完全復活をアピールしました。ついに翔平が本気になった、と全米がリアル二刀流に驚く中、コール選手も驚きの声を漏らしています。俺はとてつもない才能を持つ翔平大谷の大ファンだ。俺も彼のように強いボールを投げ込める。しかし、彼のように打つことはできない。そして彼のように打てる選手もいるけど、ボールを投げることはできない。俺はただ座って応援しているだけなんだ。自身も MLB を代表する投手でありながら、大谷選手の底知れぬ才能には脱帽するしかなかったようです。その後何度も対戦した両者ですが、コール選手の称賛は変わらず、2023年4月18日からの3連戦を終えると、コール選手は大谷選手についてこのように話しています。彼は本当に才能にあふれている。まずは並外れたパワーを備えているし、修正力も高いんだ。投手としての視点も兼ね備え、さらに規格外の打者でもある。率直に言って次世代が目指すべき選手だ。彼と一緒にいつかプレーしてみたいね。初めは一ファンとして見ていたコール選手ですが、異次元の活躍を目の当たりにし、いつの間にか尊敬に変わったようです。あふれんばかりの大谷愛を語ったのはコール選手だけではありません。2022年に熾烈な MVP 争いを演じたジャッジ選手も思いの丈を語っています。ジャッジ、彼とはライバルなんかじゃない。後半戦スタート時点で負傷者リスト入りしているものの、2022年には大谷選手と熾烈な MVP 争いを演じたジャッジ選手。そんなジャッジ選手は衝撃の告白をした上に大谷選手の移籍についても言及しています。先ほども紹介した通り、4月18日の試合は大谷選手の効果的な一発が飛び出してエンゼルスが勝利。熾烈な本塁打王争いをしていたこともあり、大谷をライバルだと思うか、という質問が記者からぶつけられました。絶対に負けたくないライバルだ、というコメントを期待した記者の思いと反して、ジャッジ選手はとんでもない大谷愛を告白します。大谷とは友達だよ。僕は彼の大ファン。彼のプレーを見るのは楽しい。打席だけじゃなくマウンドでもね。ライバルというよりはフレンドリーな競争。彼がやっていること、そして球界にもたらしていることが大好き。これから数日間彼を見られるのが楽しみ。まさかのコメントに対してファンからも、ジャッジが大谷のことを好きすぎて困る、という声が相次ぎました。思わぬ回答に面食らった記者ですが、ひょっとすると大谷をヤンキースに誘うつもりか、とここぞとばかりに大谷選手の移籍について質問。するとジャッジ選手は、球界トップクラスの打者でトップクラスの投手、彼のような選手が FA になるのは見たことがない。どこのチームに行くのかワクワクする。今はロサンゼルスで特別な選手、遠くから眺めるだけにしておくよ、とスーパースターらしくさらりと名言を避けたのでした。このように大谷選手が活躍すれば、必ずセットで話題になるトレードや FA、 様々な憶測が飛び交う中で、
米国でも信憑性の高いメディアとして有名な ESPN が大谷選手のトレードについて大々的に取り上げました。ヤンキースが大谷を獲得する。オールスターゲームではシアトルに来てという大合唱が起こるなど、ファンも大注目の大谷選手の移籍。オフには FA を控えているものの、今ホットな話題は8月1日に期限を迎えるトレード移籍ですよね。去就について日米のファンが注目する中、 ESPN のオルニー記者がトレードの話はヤンキースから始めなければならない、ヤンキースヤンキースヤンキースだと衝撃的な記事を報じたのです。さらにヤンキースにはコールやジャッジの他にもキャリア全盛の選手がいる。今はヤンキースが勝つためのチャンスだ。もし大谷が入ればローテーションはとても力強くなる。さらに左打者に有利なヤンキースタジアムで打つことになる。これらがヤンキースが喜んで大谷獲得に動くと確信している理由だと熱弁しました。確かにヤンキースは前半戦終了時点で首位に8ゲーム差をつけられているものの、ワイルドカード争いには食らいつき、プレーオフ進出の可能性は十分にある状況。ジャッジ選手を欠いて得点力不足に苦しんでいることもあり、電撃トレードに名乗り出ても何ら不思議ではありません。ですが仮にトレードを仕掛ける場合、最大のネックは莫大な対価、超有望株の放出や多額の契約金など懸念材料は盛りだくさんです。それでもニューヨークのスポーツラジオ番組ティキ&ティアニーでは問題ないという発言が飛び出しました。番組では NFL の名ランニングバックとして鳴らしたティキ・バーバー氏とブランドン・ティアニー氏が大谷選手の移籍について激論。大谷獲得のためにはお金だけでなく2019年のドラフト1巡目で指名されたボルピーを手放すことも必要だと強調しました。ボルピー選手は前半戦終了時点で2桁本塁打を達成している22歳の超有望株。ファンとしては手放してほしくない逸材ですが、ボルピーの後ろには保険があるとヤンキースの育成状況を見てのコメントだったようです。またいくら名門球団といえども気になるのは金銭面。ヤンキースはジャッジ選手とも超大型契約を結んでいますが、大谷選手にはそれ以上の契約が見込まれています。それでも番組内では球団オーナーのスタインブレナーはビジネスを重視している、大谷の登板日は毎回立ち見が出る、大谷とジャッジの2人がいれば収益が5倍になると驚愕のビジネスプランを展開しました。ファンからはそんなにうまくいくはずがないという声が相次いでいますが、先行投資はスタインブレナー氏の得意技。話を聞く限りヤンキース移籍の可能性はゼロではなさそうです。後半戦がスタートしても鳴り止まないトレードの噂ですが、大谷選手やエンゼルスはトレードについてどのように考えているのでしょうか。僕にはどうすることもできない。トレード期限まで2ヶ月を切った6月中旬、エンゼルスの球団内部からはトレードはありえないという声が上がりました。エンゼルスのモレノオーナーは、大谷のような選手をどうやって置き換えるか全くわからない、我々は勝ちたいと思っている、私やファンにとっても彼をラインナップに加えられるのは嬉しいと残留を強調。ミナシアン GM も、彼のプレーと今の順位を見れば明らかだ、ここにいる誰もが彼の傑出したプレーを見ているだろう、以前にも言ったがもう一度言う、我々は彼が好きで彼に長くここにいてほしいと思っていると放出の可能性を否定しています。オーナーや GM からのコメントが発表されたことで、今年はエンゼルスに残留しそうだなとファンもほっと一息。ところが MLB ネットワークの諸氏記者から指摘が入ったことで、引き続き不安な日々を過ごすことになりました。諸氏記者が指摘したのは、モレノオーナーが朝礼誤解な発言を繰り返してきたことです。朝礼誤解とは、朝に出した指示が夕方には変わるなど方針が変わって定まらないこと。私もそんな上司に苦しめられているという方もいるのではないでしょうか。ご存知の通り、モレノオーナーは2022年8月に球団売却の方針を発表。しかし今年1月になってやり残したことがある。ファンにワールドシリーズ優勝をもたらすと売却を撤回してオーナー継続を公言しました。朝礼誤解がひどすぎるあまり、一部メディアでは大谷で金儲けできると思い直したんだろうと酷評される始末。
諸氏記者はこのような事実を踏まえた上で、モレノオーナーはトレード間際になって心変わりするのではないか、大谷のトレードの可能性は排除されていないと残留確定報道について疑問を呈したのです。諸氏記者の見解では、後半戦スタート後のホーム9連戦の戦いぶりが究極の選択をするための大きな要素となるとのこと。エンゼルスは前半戦最後の10試合は2勝8敗と大きく負け越し、プレーオフ進出に向けて一気に暗雲が立ち込めました。諸氏記者の指摘通り、チーム成績次第ではトレードがあり得るかもしれません。大谷選手もトレードについては個人的に気にすることはない、ただコントロールできないことではある、自分が試合の中でできることをコントロールしたいと身を委ねるしかない現状を理解している様子。私たちファンは移籍のニュースに耳を傾けながらも、大谷選手の毎日の活躍を応援したいですね。あなたは大谷選手がヤンキースに移籍すると思いますか？ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。